だね、トリブル。よし。安全確認しなくても。アリスさんが近くにいたら怖いよ。それは怖いな。前回盛大にアゴ壊しちゃって治療してもらったばかりだからな。このタイミングで見つかったら確かにアゴに悪すぎる。で、今回のゲームこそ休憩枠ですよね。休憩枠楽しみにしてるのか。それなら今回選んだホラゲはちょうどいいかもな。ホラゲじゃなくて怖くないやつにしてよ。多分怖くないぜ。あのお方の作品だけど、かなりネタに振ってるからな。あのお方？ネタに振ってる？普段は超怖いホラゲ作っている方だぜ。超怖いゲーム作る制作者さんのネタゲー？ちょっと嫌な予感が。一部ストレートに見せられない表現もあるけど、そこはモザイクやピーオンでごまかすぜ。え？まさか、え？なやつなの？会話内容にその要素が含まれてるっちゃ含まれてるな。あるんだ。じゃあ早速タイトルいくぜ。何これ、聞き覚えのある BGM に気持ち悪い感じのホラー名が。今回やってもらうフリーホラゲはジェインだぜ。ジェイン、蛇に影って書いてジェインと読むの？まあそういう風にタイトル付けされてるな。なんか妙にどこかで聞き覚えのあるような。リグルもこのタイトルの読み思い当たる節があるようだな。何でしたっけ。とりあえず初めて見りゃすぐ思い出せると思うぜ。それはそうかもしれませんが、ちょっとだけ心の準備だけでも。毎回勝手に始めるのダメでしょ。注意。このゲームには残酷描写、突然の脅かし、下品な表現、不謹慎な表現が含まれています。このゲームはフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。最初の注意書きが妙にどこかで読んだ覚えが。コナゴさんの作品だと分かってそんなに嬉しいか。そんなわけないでしょ。むしろ恐ろしい気分だよ。制作者さんの名前見ただけであごきするなんて身構えすぎなんだぜ。身構えまくってちょうどいいくらいの怖いホラゲ作りますやん、このお方。でも今作は大丈夫じゃね？全体的にネタゲーだし。残酷描写ありますって書いてたよねー。I need to sleep. へ？英語？主人公ゲリリンは英語しか喋らないのぜ。バッツ。しかし？ I want to。こらこらこら、ゲリリンちゃん、いきなり何を言って。ガイドライン違反だよ。後でピーオン入れるから進めてくれ。I like。ちょっと。I love to。わかったから何も言わずにこっそり始めちゃって。な、しょっぱなからとんでもない始まり方だろ。いきなり下ネタ全開でスタートするとは恐れ入りました。NG ワード連発しまくってたのでヒヤヒヤしましゅね。現在いたしてるところでございましゅね。え？なんかめっちゃキモい化け物が2体部屋に入ってきたんですけど、こいつらは一体何ですか。マリサさん、ゲリリンちゃん、自分の世界に浸ってる場合ちゃいましゅよ。マリサさん、やっぱこれ、怖いホラゲじゃん。ジェインって。へ？知ってるかな？ちょっと待て、これあれじゃん。ジェインというのはね。リグル、静かに聞きましょう。例えば。あのネタを元にしたホラゲとは。おしっこするところを。触ると。大丈夫なのこれ？ギリオーケーかと。気持ちがいい、とか。あるいは。謎のための長さも表現されてるし。おしっこするところを。こすりつけると。気持ちがいい、といったことを、ジェインと言うんだ。ジェインしてたら変な化け物が2体入ってきたんですけど、これは一体どういうことなんでしょうか。あれ？忘れたのか？ジェインしたものの末路。あ、そういやこのお話の続きはまだありましたね。なんか別の世界にワープしちゃったよ。いやでも、夢の可能性はあるんでしょうか。一応下へ降りる階段だけがあるようですね。Where is this place?ここはどこ？って言ってましゅね。もう一度寝たら夢から覚めるなんてことは。そんなことはないのでさっさと下に降りていきましょうぜ。なんかめちゃくちゃ嫌な予感がするんでしゅよ。確かにネタで始まってはいるけれども。うわ。とんでもなく長い階段だよ。絶対恐ろしい世界へ足を踏み入れちゃってるよこれ。心は。あ、続き始まった。心臓に、あるんだよ。なんとなく思い出してきたかも。そして。心臓と。おしっこするところ。どちらが、上かな？もちろん。まさかこの世界に来た理由って。心臓の方が、頭に近いから、上だよね？なんとなく分かってきたカリブル？体の、下の部分に、心が、集中するとね。その子は、あれやん、
下の世界に行ってしまうという。よくできました。まさか全員をネタにしたホラゲがあのお方によって作られてたとは。面白いだろ。いや、今のところは不気味さの方が。手価値が飛び散ってるじゃないのよ。下の世界、結構ヤバいところなのでは。おこたー。残念ながらさらに下の世界へ落ちていきますので。血のついたドアの方がフェイクだとは。その子は、下の世界に、生まれ変わるんだって。ただ全員しただけで、人類の 99.9% 落ちるじゃない。嫌だね。こらこら、それはあかんでしょ。てかカカオ痛めてるんじゃないの？アゴ大丈夫？ただ脳面で代用しておりますぜ。なあんだ、それなら安心。って、どこで手に入れたし。改めてタイトルが表示されました。ペリリンちゃんはとんでもなく高いところから落ちてしまったようでしゅが、問題なくピンピンしてはいるようでしゅ。わっさ、く。急に階段に穴が開いて落とされるとか心臓に悪趣味ですよねー。わわわ、赤くて黒い顔が壁から。って、この顔は、明美たんで見たよねー。調べたらあのドアップが来るんぜ。え、セーブ？明美たんで見かけたこの赤い顔面でセーブしますぜ。そうなんだ。明美たんとジェインって、どっちが先に出たの？明美たんが2012年で、本作が2017年みたいだな。じゃあさっきのセーブポイントはある意味ファンサービスなのか。明美たん見たことない方は以前挙げたこちらの実況もどうぞ。そういやサムネにデカデカと載せてましたねー。って、ちょっと待ってよ。なんか小さなミイラっぽい化け物が通路脇に座ってましゅって。ドル？いやいや、こんな気持ち悪いドールありますかね？それに壁に穴開いてるんでしゅが。全装の音聞こえたよ。ドール、てら、頭が。マリサさん発作起こしかけてる場合ちゃうでしょ。てかなんなのよここ。変なミイラの死体増えてきたし、なんかぐっちゃぐっちゃ音聞こえるし、この先に何がある。そういうドッキリは禁止だって。単にミイラが重力に負けて落ちてきただけじゃないか。普通にこのゲーム超怖いじゃないのよ。明らかにホラー要素の方がネタを上回ってましゅって。大丈夫だぜ。この先もいろいろネタあるし。ネタがあったとしても怖さの方が断然上に感じるって。ぐちゃ音もだんだん大きくなってる。てか何か切り刻んでる音だよね。ここは一体どこなんだ？俺はどこに迷い込んでしまったんだ？こうしてメモを残しておくことにする。これを見た人がいるなら俺を探してくれ。ジャパニーズ？日本語だよ。I can't read Japanese. あらあら。ペリリンちゃんは日本語読めませんぜ。他にも全員して落ちてきた人がいるってことだよねこれ。でも言葉の壁のせいで伝わってないでしゅ。It's locked. ここは鍵かかってました。さっきのところに行きましょう。何かいるよねー。Obtained key. 鍵を入手しました。うわ。何あれ。気持ち悪い横顔のおっさんが何かを切り刻んでるようでしゅが。あ、どこかに行ってる？へへへ、うひひ。マリサさん、このゲーム、絶対休憩枠じゃないでしょ。ただ怖すぎるだけのホラゲじゃないからアゴに優しいと思うぜ。今んところ全然優しくないでしゅって。なんか肉片飛び散ってるし、血まみれだし。下ネタで笑えたのは最初だけだったじゃん。アンロックス。もう、びっくりしそうになるなぁ。この赤い顔。この先ヤバいことが起こりそうな気がするので、しっかり忘れずセーブ。いい叫び声いただきました。ちょちょちょグロすぎるって、首跳ねられたり胴体から下切断されたりしてるやん。さっきまでいた裸のおっさんヤバすぎるでしょ。とんでもない地獄じゃありませんかここ。これだけのグロさや怖さをカバーしてしまうほどのネタも襲いかかるぜ。この惨状をカバーなんてできますかねー。あのおっさん、キチガイのジョニーとはまた違った恐怖を感じるんですけど。どんどん先へ進んでいってくれ。うわぁ、ここにも謎のミイラが。あのおっさんいないよね。また落ちてきたくらいで大げさな。そんなのビビるに決まってるでしょ。最初からドッキリ多すぎるよ。あのミイラのせいで通れなくなったので、仕方なく上から行くしかないか。てか、どうしてこんな地獄みたいなホラゲやらないといけないのよ。私、なんかしましたっけ？前回の動画の3分38秒見て、ケイちゃんのオパールをさりげなく2度触ったことは見逃さなかったぜ。私そんなことしましたかねー。してただろ。ジェインと同じような罪で落とされても文句言えまい。記憶にございませんけど。周りグルも男だから仕方ないよな。男ちゃいますからね。うわぁ、なんだか狭い通路でしゅねー。こんなところであのヤバいおっさんに追いかけられたら怖すぎるよ。って、この赤い張り紙は何？こんな変態おやじをクソ遊びしないか。おいおいおい、変態クソおやじでもいるって言うんですか。ほらな、いきなりネタで来るだろ。ネタとはいえ恐怖感はまだ。ほらほら逃げろ逃げろ。急に変態おやじ来るなよ。クソまみれになるのは絶対嫌だって。てかまた持って襲ってこないでー。ペリリンちゃん走って逃げてよー。あれ？もしかして主人公の名前って、まさかあの言葉から取ってきてるんじゃ。クソだけに。汚いでしゅってマリサさん。いつも午後5時に動画上げてるんですから、人によっては早い夕食でも食べてるかもしれないでしょ。すまん、そうだった。って、あの変態親父ははしごを登ってこれないらしいでしゅが、月を見てあいつが来た方へ進んでいくしかないのかしら。
近くにある謎のミイラをナタで切り刻んでまで追いかけてこないっぽいし。では、この隙に一気に進むよ。このまま逃げ切れば多分大丈夫だよね。頑張って逃げろ逃げろ。この親父、口元が若干ビエってましゅね。そこまでビエってほどでもないだろ。斜めにひん曲がってて不気味な様相でしゅよ。よし、入れた。残念、行き止まりなのぜ。ちょっとふざけないでよ、これじゃあ逃げられないじゃん。マジで血まみれのクソまみれになるやん。奴に気づかれた時点で終了のお知らせなんだぜ。うわぁ、待ち伏せされてるよ。中に入ってこられても避けるスペースが全くないよね。ここは諦めて捕まるしか。あれ？二度目はドア前でガン待ちしてるんだぜ。ああいうのほんと心臓に悪いって。こいつに気づかれないように左へ行くにはどうすれば。親父の動きをよく見てささっと行くんだぜ。今行ってみましょうか。ミワン気づかれた。もう無理だぜ。クソクソクソ、あれっち。あえてこの辺りで待ち伏せしてからの。やばい、気づかれてる。マジでここ難しいんだよな。超怖いホラゲかつネタゲーかつ死にゲーとかふざけんなよ。まあそういらだたず落ち着いて突破することだけ考えるのぜ。変態親父の行動パターンがランダム主義抵抗にもいけないんですけど。ここだ、って思った時に行くしかないぜ。いけいけいけ。これは気づかれてないでしょ。最初の難関突破おめでとうサンリグル。その言い方だとまだまだたくさんの難関があるってことだよね。さて、奴は追いかけてきてないし、これで鍵を安全に取得できるでしょう。でも戻る時にまた出てこないよね。戻る途中であいつがいたら先に進めなくなるだろ。それもそうでしゅね。マジでこの張り紙、フラグ立てすぎなんでしゅよ。こういうの好きじゃないのカリブル。ハチブリじゃないから嫌に決まってるでしょ。さあ、問題はここでしゅよ。あ、奴がいなくなってましゅね。一体どこへ消えたんでしょうか。まさか戻って再びあの死体を切り刻んでやるぜしてるとか。では、見つかる前にさっさと進みましょう。うわぁ、なんだか妙に怪しい通路でしゅねー。金網がびっしりでしゅよ。化け物とかが突き破ってこない。入ってこないから大丈夫だって。臓器が潰れるわ。ここは恐ろしいところだ。不気味な怪物がうろついている。人間の死体らしきものも転がっている。これは夢なのか現実なのか。とんでもない悪夢でしゅよこれは。マリサさんの大嘘つき。めちゃくちゃ顎に負担かかるホラゲじゃないのよ。ネタ要素の方がおまけって感じがしますけど。今のリグルなら余裕で楽しめるかなって思ったけどな。全然楽しめてないよ。変態親父がキモくて怖くて超臭そうで震えが止まらないよ。また張り紙があるよ。なんでしょうかこれ。網だくじ。ではないよね。何を意味してるのかじっくり考えてみましょうぜ。このヒントだけじゃ一体何なのかわかんないでしゅ。これは一旦置いといて次行きましょう。あ、まさかここのヒント？これ見たらもうわかっただろう。もう一度あのヒントを見てみましゅ。縦線に対して、右から上真ん中下下上と続いてましゅね。この通りにスイッチを動かせばいいのかしら。あとはここをこうすれば。よし、案外楽勝でよかった。そしてまあタイヤな感じの一本通路でしゅねー。突然このドアから出てこないでよ。また行き止まりやん。これって戻るときに変態クソ親父来るんじゃ。鍵を入手しました。そう頻繁には来ない来ない。ほんとですかマリサさん。おいおい、さっきまでなかった赤い張り紙が。今度は何なのよもう。早くクソまみれになろうぜ。だからマジでそういうのやめてって。リグルはうまく逃げられるかな。はい、来ました来ました。一旦鍵のあった部屋に入って迂回しましょう。ここでぐるりと回って。こらこら、そういういやらしい動き方しないでよ。どうしても遊びたいという意志が感じられるだろ。絶対嫌に決まってるでしょ。こんな狭い通路でナタで切り刻まれた挙句クソまみれとか最悪すぎるって。さっさとここから出るよ。嘘だ。早く解き直さないと切り刻まれるぜ。ちょなんで解けないのよ。これで合ってたはずじゃないの。まさか楽になってるひどす。やっぱ引っかかると思ってたわ。この初見殺しはひどすぎるよ。追われる前に検証だけしときましゅ。なるほど、やっぱ楽になってましたね。そしてもう一度入る時もわざわざ動かさないといけないと。てかあの親父、この通路に入ってこれたってことは謎解きできる機能があるんでしゅね。ただの頭のおかしいおっさんじゃないんだぜ。どうせ引っかかることを見越してあえてあの張り紙貼ってたなら厄介だね。ではもう一度挑戦でしゅ。今度はちゃんと脱出しますからね。あ、最初からある程度動かした状態になってる。あらかじめ鍵開ける直前の状態にしておくことが可能なのぜ。だけど鍵を開けると一気に全体がガチャンって落ちちゃうから、もう一度開けるときにまた解き直さないといけないんだね。めんどくさいドアだなもう。では、先へ進みましゅ。なんか左の方に謎の影が。初めて会話のできる人間と会うことができた。しかし、体は妙な形に変形してしまっている。彼もここに迷い込んでしまったらしい。体が変形してしまった人間。あの変態親父も口元がひん曲がってましたし、ものすごい太ってましたけど、それと関係があるんでしょうか。いや、太ってるのはただの中年太りか。
てか、あの倒れてるミイラが邪魔になってる。何そのまま突っ込んでるんだよリブル。反応できなかったの。しかも見かけより当たり判定でかかったし。今度はちゃんと避けるよ。一旦こっちへ来なさい。って、そこで落ちちゃうんかい。後戻りはできなくなりましたね。もう動かなくなったっぽいでしゅ。左下の謎の影は結局何だったのかわからずじまいね。あの影が何なのかは最後までわからなかったぜ。彼の話によれば、ここに長時間いると体が変形して怪物になってしまうらしい。では、さっきの怪物はもともと人間だったということか？まさかあの変態親父って、人間が怪物になりかけてる存在なのでは。へへ、どうなんだろうな。なんなのよこの通路。ただの化け物が描かれた壁が連なってるだけの通路じゃないか。さも当然のように言わないでよ。わーわーわー、急に赤くなって動き出したよ。このまま移動しちゃって本当にいいんですか？食われそうな気がして怖いんですけど。このまま食べられてしまえ。それだけは勘弁でしゅね。こんなキモいのに食べられたくないって。あ、結局何もされずに通り抜けられました。別にそんなビビらなくても演出だけなんだぜ。脅かさないでよマリサさん。マジであの演出は焦りましゅって。あらあら、これは積んだ感じでしゅね。壁に描かれた謎の化け物は元通りになってました。マジであの演出は何だったんでしょう。すべてジェインと関係があるっていうんでしょうか。あ、このオブジェクトも動かせましたが、隅っこに追いやってしまったので動かせなくなっちゃいました。黒いやつは一切動かせない模様。あ、セーブポイントに到着しました。この張り紙は？彼と会話することはもうできない。彼は完全に怪物になってしまった。さっきのやつとは違う四本足の怪物だった。俺もああなってしまうのか？急いでここを出なければ。ずっとこの世界にいると変態親父みたいに口元が変形して、そこからさらに時間が経つと四本足の化け物になってしまうでしゅって。早くゲリリンをこの世界から脱出させないとやばいぜ。落ちてきた人を最終的に化け物にしてしまう世界とは、この子はただいたしたかっただけなのに、たったそれだけでこんな目に遭うなら人類ほぼ全てアウトでしょ。あと、ここで何か謎を解かないとダメっぽいね。部屋の真ん中に縦線が引かれてまっしゅ。その両側にブロックが6つずつ配置されるようにしたらいいってことでしょうか。数えてみると、左側に4つ、右側に6つのブロックがありましゅ。これだと2つブロックが足りないでしゅね。確か1個だけこっちの方にありましたよね。さすがリブル、ちゃんと覚えてたな。このくらいなら覚えてるに決まってるでしょ。こいつを向こうに持っていきたいので、一旦こう動かして、あとはまっすぐ押していくだけでさっきの部屋まで運べるはずでしゅ。重たいけど頑張っていくよ。よし、ちゃんと運べました。これで左側5つ、右側6つになりましたね。というわけで、ヒント通りだと残り1個が足りないことになりましゅが、その1個は一体どこにあるのかな？どこにあるんでしょうな。探して探して。探してって言われても、目に映っているブロックは明らかに左5つ、右6つなんでしゅよ。どう見ても残り1個がどこにもないんですけど。勘がいい人ならもしかするとすぐ解けるかもな。マリサさん、ヒント教えて。先入観を一切捨てて考えてみましょうぜ。それがヒントだぜ。先入観を捨てろねー。そんなこと言われても何がなんだかさっぱりでしゅ。マジで解けなくてイライラするので城の内での無理ブル。城の内での無理ブル適当すぎだろ。どうせ私にはやっつけ防衛的な変身しかできませんようだ。あれ？なんでここ、突っかえてるの？黒いブロックの見た目的に裏には何もなさそうだけど。ついに気づいた？他の重なった黒いブロックの裏側は特に何もないよね。つまりこれは、うおーやっと見つけたー。ほらな、先入観を捨てないとダメだったろ。両側6つに揃えたら見事に開いてくれました。あれは盲点でしたねー。あー、もうくるで出るという間もなく。またまた汚いネタできちゃいましたよこれ。ちょっともうくるんかい。マジで何も言う間もないくらいの速さできましたね。急いで逃げないとクソまみれやー。絶対嫌だってそんなの。どうしてジェインしただけであんな気持ち悪すぎるおっさんに追いかけられないとダメなのよ。あ、でも案外すぐ間に合いそう。簡単に逃がしてくれるわけないだろう。よく見たらこんな場所にヒントみたいな。順番は左から。上上下上真ん中でしゅ。やばい、奴の距離が近いって。落ち着いて素早く動かすんだぜ。あとはこうするだけ。よし間に合う。解いた直後に変態親父に捕まってもダメらしいでしゅ。3度目も正直でしゅよ。さすがに3回目は楽勝だったな。なんか本作の初見殺しの多さ、ひどすぎません。こんなの誰だってクソまみれにされるやん。どうしてくれんのよこれ。リブル、飯食ってる人がいるかもしれないから。マリサさんが言わないでくれます？あ、休憩地点に来ました。はしごで少しだけ上の世界に戻れましたね。また怪物だ。だが今までのと様子が違う。こっちを襲う気配がない。なぜかふんどしをしている。なぜか襲いかかってこない個体がいるってこと？どうやらふんどしを身につけているようでしゅが。うわ。なにここ。死体を切ると二度と戻ってこれなさそうな感じでしゅねー。あ、すぐ近くに橋がありました。だけど一部の手すりだけ壊れてましゅね。何かあるのかしら。え？マリサさん、これは一体どういうこと？
行きたければどうぞご勝手に。なぜか見えない床が続いてる？警告。これより先に進むと確実にゲームオーバーになります。へ？この怪しいドアに入ると絶対生きて帰れないってこと？警告を信じるか信じないかは、あなた次第。はい？あなた方はどちら様で、話しかけてみよう。はい？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 あるある探検隊？やっぱそれが真っ先に思いつくか。まさかここってネタエリアなの？なんだお前は。これも何かのネタだったりするのかしら。さあ、私にもわからん。こんにちは。あなたにどんな怪物も倒せちゃう武器をあげましょう。え？欲しいでしゅ。あれ？このゲーム、アイテム画面がない？じゃあ持てないじゃーん。確かにアイテム画面がないよね。だけど一つくれたっていいじゃん。私が作ったチェーンソー。あの子のお気に入りみたい。あの子？チェーンソー？最初の方でチェーンソーの音聞いたよね。あの子とやらが近くにいた？勝手に入って。何者だ？チェーンしたら下の世界に落ちちゃったんだよ。あなたたちが誰なのかこっちも知らないけど、助けてくれるなら助けてほしいよ。真ん中の魔法陣は特に意味ないぜ。ないんかい。いや、僕たちはこの世界を管理している天使。今までたくさんの人間がここに落ちてきたんだ。そして、みんな駆られてしまった。君はどうだろう？ What are you talking about? お前は何を言ってるんだ？通じないんだよな。Who are you? あなたは誰よ、だって。Where am I? 私はどこにいるのよ、とのこと。英語わかりますか？おう、sorry. I can't speak English. English って、綴りすらままならないので意思疎通は無理だぜ。そして、みんな駆られてしまった。君はどうだろう？だからそんなこと言われてもゲリリンちゃんには何もわからないんだってば。下の世界に落ちた人間は、まず4本足の生物に変化し、その後、人型へと変化する。だが、稀に全く別の生物に変わることがある。え？ここでそれらを観察するのは面白い。先に4本足になるの？ついにまで。は？嫌いはい。ついにまで。嫌いはい。それも何かのネタなのかもしれないが、私にはわからなかったぜ。ファミコンの復活の呪文。いや、違うか。懐かしすぎるわ。今度は3人の NPC がいますね。左の部屋には行けないみたい。右側もダメね。話しかけてみましょう。この先は大天使様の部屋である。大天使様がいるようでしゅね。世界観混乱してきた。食べないでください。鶏？おじひぃ。おじひぃ。別にこんな場所でとっ捕まえて食べる気なんてございませんよ。僕の名前はケーキ。唐突にケーキが NPC として出てくる世界観。My name is ケーキ。ケーキの発音違うよ。で？き？やっぱ通じてなかった。バカ。ケーキにバカって言われちゃいましたけど。まあ、その部屋のイベントはそんなもんだぜ。これ以上何もないんだ。何ですかね、これ。大天使様の部屋がいろいろカオスなんですけど。いろいろ適当に見て回ってくれればいいのぜ。たくさんいるのはヌコ様でしょうか。あ、このお方が大天使様ですか？私は大天使コミン。どもでしゅ。猫集めゲームをクリアできたらいいものをあげましょう。ヌコ様を集めれば何かくれるらしいでしゅね。でもその前にもうちょっとだけ周囲を調べてからにしましょうか。あ、まだ誰かいますね。やけに血が飛び散ってますけど、怪我でもしてるんでしょうか？大丈夫ですか？システム起動。戦闘を開始します。え？アロバルバ。残念、そいつ調べたら必ず死ぬぜ。先に行ってよもう。ではヌコ様集めゲームとやらでもしてみましょう。15カウントの間に猫をたくさん捕まえてください。猫1匹につき1ポイント。ただし、偽物の猫はマイナス2ポイントです。8ポイント獲得でクリアです。白いエリアに入ったらスタートです。本物のヌコ様と偽物のヌコ様が混在してるようでしゅね。どれが本物でどれが偽物か見分けられるかな？パッと見どれも全く同じようにしか見えませんが。とりあえず片っ端から捕まえまくれば8ポイントくらいにはなってくれることを期待。そんな都合よくいくと思ってんのか？考えなしに捕まえたら無理ですかね。リグルのお好きなようにどうぞどうぞ。気づけばもう11カウントまで来てるよ。急いで集めまくるよー。あ、これは全部は無理だね。終了ー。意外と時間少ないねー。獲得ポイントは3でした。あらあら、全然届いてないやん。よく考えて捕まえないといけないのぜ。そんなこと言われてもどれも全く同じ見た目のヌコ様やん。片方の耳が欠けているのは偽物。普通にヒント教えてくれる NPC がいました。なぜ最初挑戦した時に話しかけなかったのか。ただの置物に見えただけでしゅよ。偽物の猫はヒゲが長いやつだ。片方の耳が欠けてて、ヒゲが長く。偽物の猫は微妙に動きが鈍いとか。これはかなりわかりにくいでしゅね。片耳が欠けてる、ヒゲが長い、動きが微妙に遅い。このうち、見分けがつきやすいのは耳くらいでしゅね。ヒゲはドットが小さすぎてよくわからないし、動きはどれもほぼ同じように見えてしまう。頑張れ頑張れー。とりあえず片耳のない猫をできるだけ避ける方式で集めてみました。これでどういう結果になるか確かめてみましゅ。
適当に集めるよりかは高めにポイント取れると思うぜ。獲得ポイントは8でした。ちょうどでした。ゲームクリアです。商品をあげましょう。一体何をくれるのかな？あ、なんか上から降りてきた。これは、人、じゃないよね。これは私のドール、トワちゃん。これを持っていれば、困った時助けになってくれるかも。お助けアイテム？オブテインザドール。トワちゃん人形を入手しました。外に出ようとすると殺されます。私がワープさせましょう。え？出ようとすると殺されるの？あ、もう戻ってきた。しかも見えない床の途中に誰かがいますね。リグルは殺されずに戻ることができたか。もう戻れないよ。二度と謎のエリアには行けないみたいね。私なんか人形手に入れた後にそのまま戻ろうとして殺されたぜ。そのイベント、ちょっと回収しとこうかしら。まあそれは次回でいいぜ。一旦ここで休憩しようか。え？もう休憩していいの？最後まで通すと1時間超えるかもしれないからな。あごきもそこそこさせてしまったし、無理しない程度がいいだろう。確かにネタ枠にしては結構怖いし、相当な死にゲーだからあごにも悪いよ。この先から結構きついから次回は頑張ってくれ。まだ難しくなるの？では最後にファンアート紹介しますぜ。レモン様、霊夢のファンアートありがとうございました。うつにゃん様、メアリーの絵画に寄生したリグルのファンアートありがとうございました。私寄生中じゃないんですけど。絵画の作品名は寄生獣とのこと。だから私は寄生能力ありません。ナギンタコ様、暗闇に潜むサイコリグルのファンアートありがとうございました。右の私、ナイフの刃先みたいなの出てるよ。ここまで性格歪んでませんよ。ちなみにワイシャツのボタンの向きが男性用になってるとのこと。あさこちゃんは。江戸さん様、ゴキと言われて怒るリグルのファンアートありがとうございました。ゴキブリ呼ばわりしたらおこでしよう。青空マリア様、VR をよく知らないヤンキーが作ったガチ系ホラー VR のヤンコちゃんと、リグルと私のファンアートありがとうございました。これ実況したの、もう1年弱前か。懐かしいでしゅ。猫侍様、ダークディセプションでテレキネシスを覚えたことで調子に乗る城のうちリグル、呆れる私、そして本当に大丈夫なのだろうかと不安になるビアス様のファンアートありがとうございました。さすがに私、ここまで露骨に調子乗った覚えは。すげえ調子乗ってたもんなあの時。これは別の世界線の私でしゅね。以上で本動画を終了しますぜ。次回も頑張ってリグルが攻略していきますぜ。さっさと下の世界から解放されたい。